携帯刑事、銭型シリーズの設定。この項目では、2002年より BSI で放送されている、テレビドラマシリーズ、携帯刑事、銭型シリーズの設定について詳細に説明する。携帯刑事シリーズ第1から4作目の主人公は、銭型刑事総監を祖父に持つ4姉妹という設定で、上から愛、涙、舞、霊の順である、劇中のセリフも含め単に、 ゼニガタ四姉妹といった場合はこの四人指す。ただし雷、海、命、ケツも四姉妹という設定。シリーズ第五作目、携帯刑事、ゼニ型神成の主人公、ゼニ型神成、シリーズ第六作目、携帯刑事ゼニ型海の主人公、ゼニ型海、シリーズ第七作目、携帯刑事、ゼニ型命の主人公、ゼニ型命、シリーズ第八作目。 携帯刑事ゼニガタケツの主人公、ゼニガタケツ、そしてシリーズの原型になった、ドラマ、悪い女、ルーズソックス系の主人公、ゼニガタベニコは、ゼニガタ四姉妹の父方のいとこという設定である。したがって、雷、海、命、ケツ、ベニコの祖父もゼニガタ刑事総監である。ゼニガタ刑事総監は、劇中では一度も姿を現さない。 それらしき人物がオープニング等に登場するが影武者であり本人ではない。銭形四姉妹の父はインターポール所属の警察官である。プロデューサーの庭田門アンドリューはインタビューで銭形姉妹は四姉妹であり、他に姉妹はいないということを明かしたが、いとこは親戚の数だけおり、さらにそれぞれが一人っ子とは限らないとして含みを残している。 携帯刑事銭型涙。ファーストシリーズ第10話で、涙は自分が三姉妹ではないことを明言しており、まだ登場していない姉妹がいることを明かしている。さらにセカンドシリーズ第4話では、河村刑事が涙に、君の妹の名前、イを想定しての発言と聞いたとき、涙は、どっちの、と返事し、妹が二人であることを明かしている。つまり、妹が一人なら、前、 三人以上いるのなら、どうのまたは、誰と答えるはずである。四姉妹という設定はこの段階ではまだ決定しておらず、エンディングのセリフも、台本では、何、姉妹かは、ンドリューに聞いてくださいの予定だった。放送でのセリフは、内緒。なぜ現場で変更されたのかは不明である。また、携帯刑事、ザ・ムービー2では、雷も四人姉妹であると明言されている。 ゼニ型という名字だが、ルパン三世に登場するゼニ型警部とは無関係、ゼニ型警部を連想させるインターポール所属の四姉妹の父も当然ながら関係はない。また、1ワドウ和道回鎮を模した携帯ストラップを用いて犯人を攻撃するところからゼニ型兵士の子孫という設定と思われがちだが、ゼニ型兵士が使用するのは官営通報であり、 ゼニ型警部との関係がないという時点でもこちらも無関係。携帯デカとは特殊な携帯電話を持つことが許された優秀な刑事のことで携帯電話を武器に難事件を解決する。携帯電話を使うのは入電ボイスの受信、事件現場を撮影するカメラ機能、犯人を捕獲するストラップが主で電話及びテレビ電話として使用することはあまりない。 ちなみに携帯刑事が持つ特殊な携帯電話と通常の携帯電話の違いは警視庁から入電ボイスを受信するか否かのみである。入電ボイスの受信なら鑑識課の柴田の携帯電話も受信しているエピソードがあり、むしろ特殊なのは犯人捕獲機能などが装備されたストラップの方である。鑑識の柴田が銭型と書かれた15年前の携帯電話を 発見するシーンが登場することから、過去に最低一人は、携帯刑事が存在したことがわかる。携帯刑事銭形レイファーストシリーズ第9話には、もう一大携帯電話が登場し、霊が、銭形家ではなく、銭形一族しか持つことを許されないというシーンも、登場する。プロデューサーの庭田門アンドリューによれば、携帯刑事は10代の女性のみであるため、4姉妹の祖父、 ゼニガタ警視総監や父は、携帯刑事ではない。なお、母も一般人のため、携帯刑事ではない。ゼニガタ四姉妹やそのいとことコンビを組む、相棒刑事は、その役を演じる役者が過去に、別の作品で演じた刑事と、同姓同名になっている。しかし、同一人物というわけではなく、設定が若干違っている。具体的には、五代がかつて勤めていた、警察署が、 7局所ではなく6局所であるなど。相棒刑事ほどではないが、鑑識課も銭形読み姉妹やその姉妹と共に捜査をしたり、事件解決のヒントを導き出したりと、本シリーズにおいて重要な役割を果たしている。シリーズ第1作、携帯刑事、銭形愛では、たまに、ワンシーン登場する程度でセリフも少なかったが、携帯刑事、銭形前からはほぼレギュラー化しており、 各オープニングにも登場している。毎回事件が発生すると、銭形姉妹の携帯電話に、警視庁から入電中という着信音とともに、事件現場の動画、または、静止画が送られてくる動画再生時は、i モードマークが点滅しており、フォーマお及びモーバどちらでも受信可能なため、フォーマ専用の動画及びテレビ電話ではない。発信部署が警視庁のどこなのかは不明。 事件発生を主人公達しか知らない場合でも送られてくるが、なぜ警視庁側で事件発生を知っているのかは謎である。その時の入電ボイスは、警視庁から入電中、警視庁から入電中、事件場所で事件の種類発生。直ちに現場へ急行せよが、基本、銭形姉妹の目の前で事件が発生し、すでに現場にいてもこう言われる、愛や霊はそれに突っ込み入れている。 また、警視庁の庁舎内にいても携帯に入る。また、場合により、直ちに捜査を開始せよなどと変化する。携帯刑事、銭タ雷ファーストシリーズ第18話では、直ちに現場に急行し、詳細を報告せよと言っている。また、柴田から受信した場合は、監視機関から入電中だったが、携帯刑事銭タ例では、柴田自身が歌う着歌に変更されている。これは、 携帯刑事銭型涙のミュージカルの回で、柴田が披露した歌の歌詞違いである。悪い女ルーズソックス刑事では、メールで、事件発生と送られてくる。この、警視庁から入電中を劇中で、効果的に使ったことでは、携帯刑事シリーズが始まる5年前に放送された、フジテレビ系人気ドラマ、踊る大捜査線が有名。実際の入電ボイス。 警察無線等では、警視庁から入電中ではなく、警視庁から各局であり、入電中というフレーズは、本指令の前段階である予備指令時に、館内、町、駐車の苦情、110番、入電中というように作中のような指令を入れる、意味合いではなく、外部からの通報電話が入っているという意味合いに、使われる。入電ボイスの声は、携帯ゼニガタアイは、 菅原薪子、携帯刑事、銭形舞以降は、小林真矢が担当している。銭形姉妹が、事件のトリックを解いた時に、いつも口にする、謎は解けたよ、ワトソン君のセリフに登場すること以外は、ほとんど明らかになってない。銭形舞第一話、柴田太郎の鑑識メモにて、シャーロック・ホームズの助手のワトソンではなく、PGA ツアーのプロゴルファーとム・ワトソンでもない。 では誰か、こちらのフリップを皆さん特別にお見せしましょう。N、あ、もう時間だ。ではまた次回お会いしましょう。ご機嫌用とのことがあるのでシャーロック・ホームズのワトソンは、ないことがわかる。プロデューサーのニワタモン・アンドリューは、ワトソン君は実在する。役者もすでに決まっていると話しているが、まだ登場したことはない。謎は解けたよ。ワトソン君はゼニガタ家の先輩特許。 これは、携帯刑事、銭型愛第1話に出てくる、おまじない、怪文で、事件のポイントがわかりそうな時に愛が言った。例も、お姉ちゃまに教えてもらったと言い,い、同様のおまじないを使う場面があり、海でもこのフレーズを口にしていた。あ、舞は、予定書いを涙は、狐つねはどらとコトラと跳ねつき、桜原草、私今月言語したわなど言葉は異なるが、愛同様に怪文を、 おまじないとして使用していた。携帯刑事シリーズにある定番の一つである。これは、愛の時に舞話で怪文のセリフを入れ込むという、案は脚本家の林正人とプロデューサーの庭多門、アンドリューの間で出ていたことが、発端、結局一話以外は入れられなかったである。携帯刑事シリーズでは、南アメリカ産の、ウラリという架空の毒物が多用されている。また、 別名を、クラーレともいう同名のアルカロイドは実在するが、別物である。通常、刑事ドラマで毒物といえば、青酸カリやクロロホルムなどが使用されることが多いが、当シリーズにおいてはこれらの実在する毒物以上に、ウラリが使用されることが多い。当シリーズには、ウラリヘビや、ウラリバチといった、ウラリを有する架空の動植物も登場したほか、類似物質や加工品の、 ウラリン、ウラリル、ウラリリトマス試験紙、ウラリ鉱石なども登場する。また、回数は少ないものの、オズマゴロシ、効果は、毎回変わるという架空の毒物も登場している。ちなみに、ウラリは、速攻性、オズマゴロシは、遅効性の猛毒である。涙、霊、雷、海は、シリーズの途中で髪型を変えている。全シリーズ共通で、銭型、歳、 警視総監を祖父に持ち、現役女子高生にして、デカ。事件が起きればいかなる時でも現場に走り、人並み外れた推理で謎を解く。しかし、彼女がデカであることは誰も知らないというナレーション。名前と年齢は各シリーズによって変わり、銭型例のみ、現役女子高生ではなく、現役女子中学生と共に、警視総監から、携帯電話を授かるシーンがある。携帯刑事。 ゼニ型シリーズは、ヒロインの名前が漢字一文字で、読みが、意が共通である。また、その主人公の特徴を生かした名前が付けられている。愛は、BSI の愛から、愛、涙は泣いて、涙を流すことが多いことから、類、い、舞は、舞踊や舞踏が得意なことから、舞、例は、数学が得意なことから、例、雷は、気象予報士の資格を持っていることから、雷、 海は、泳ぎが得意なことから、海、命は、長生きして欲しいことから、命、ケツは紐を結ぶことが得意だから、ゆい。名前の元ネタは、庭プロデューサーの娘によるものがあると語っている。また、舞という名前は、庭プロデューサーの奥さんのアイデアである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。